はい、こちら糸付きのリールがあります。はじめにこういった風にリールに巻かれている糸っていうのは非常に、質がまあ悪いというとあれですけども、かなり安手の糸が巻かれていることが多いです。まあこのリールから糸を出してもらった時点で分かりますけど、すごく糸切れがかかっていたり、すぐにトラブルになったりというような形になります。そういった風に、初めから巻いている糸をそのまま使うのではなくて、少しちょっと釣りのトラブルを少なくしたいだったりとかするのであれば、こういった風にちゃんとメーカーさんから専用の糸だったり、ちょっと安いけどもこの今巻いているリールよりも糸よりもちょっといいぐらいの糸も、ありますので、こういった風に巻き替えてもらうというのが、ライントラブルも少なくなると。